今日はあの暑くなってね、日差しも届いて気温があるところも多くあるので、まあ、自分でね日陰を作ったりとか、あとは帽子をして日焼け止め塗ってっていう対策をしていただきたいです。そう、日焼け止め塗ります？日焼け止めは、まあ、塗らない。そこはまだ行ってないな。そうなんですね。おじさんは塗らないでしょ。いや、そんなわかんないですよ。いや、でもここ座ってる人は塗りそうな人はいない。川端さんぐらいかな。あ、でも川端さん今そちらですからね。そうですね、こちら側で。だから塗って当然かもしれませんけど、うん、山口さん塗らないでしょ、あの人。絶対塗らないって言うと思います。ですよね、私もそう思います。で、森田さんも塗らないですよね、うん、そうですね。もう日焼けしてますからね。確かに、もともとね黒目ではありますけど、もうとことん日焼けされてるからね。そうですね。あと宇野沢さんも多分塗らない派だと思います、ね、そうかな。そうか、のりのある方ですから。のりっていうのはイエイっていう。そう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 、あのザルそばののりじゃないですよ。そっちじゃなくて、うん、はい、そういうのりがある。のり、うん、のりのある方はザルそば。え、どういうことですか。ちょっと話それちゃったけど。え、待って待って、日焼け止めの話。日焼け止めとは全然関係ないですね。あ、うん、まあ、野田さんのりで塗ってくれるっていうことはあるかもしれない、うん、で、のりかあるか、のりがあるかないかっていう話がザルそばか森そばかっていう話、ね、そういうことか。あ、ごめんなさい、なんか説明させてしまって一番申し訳ないですね。あのキャスター、違うキャスターさんに話すたびに私説明してますので、はい、これを説明して。そうそう、まあ、ザルそばとのりそば、あ、のりそば、ザルそばと盛りそば、ね、盛りそばですね、違いって言ったらのりが乗ってるかどうかじゃないですか。はい、ああ、説明させちゃ申し訳ない。そう、あ、ボケつぶししちゃった。だから、はい、宇野沢さんはザルそば派、うん、ザルそば、ザルそば派。難しい、レベル高いですね。いや、別に高くないです。よく使います、すおじさんは。そうなんですか。あ、じゃあちょっと今度から対応できるように。頑張ってください。そうなきゃいけない。待って、何の話してたんだっけ、うん、気温の話。そう、気温の話ね。そうですよね。どれくらいまで上がるかっていう話。あ、どのくらいまで上がるか。を、はい、していきたいんですけど。ね、ダジャレコードですよね。難しい。ですね。切り抜きチャンネルをご覧の皆さん、ありがとうございました。ウェザーニュースのアプリのダウンロードもよろしくお願いします。チョキチョキ。こっちもいいですよ。ダサい。なんでダサいって言うんですか。なんでダサいって言うんですか。ダサくないでしょう。